この時期恒例の綱引き大会が中央体育館で開かれ、町民らが力を合わせて綱を引き合いました。大会には町内の各区で作る26チーム、合わせておよそ300人が参加し、男子の部と女子の部、それに男女混合の部に分かれて競技を行いました。綱引きは長さ33メートルの綱を8人で引き合って、先に4メートル引くまでを競うスポーツです。参加者たちは綱を引くときに掛け声をかけるなど、メンバー同士の息を合わせて力いっぱい綱を引っ張っていました。この大会は綱引きを通して冬場の体力づくりや町民同士の親睦を深めてもらおうと、高浜町の体育協会と教育委員会が毎年開いています。年々このスポーツとしての綱引きが盛んになってまいりまして、この高浜町におきましてももっともっとチーム数が増えて盛り上がったらなと思っております。なお大会の結果はご覧の通りです。